王との商いの覇権をかけた天下分け目の戦い。紙幣は紙くずとなり、その価値を示すのは市民たちの信用という曖昧なものだけ。そんな曖昧な世界でもたった一つだけはっきりしていることがある。我が名はシャドウ。そう、伝説のラジオのパーソナリティだ。ラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズン。トークのリズムは崩れ去るのも一瞬。その維持には細心の注意を払わなければならない。めっちゃ怖いこと言うやん。だが心配はいらない。ラジオを終えた時、このトークの展開が正しかったことをリスナーたちは知るだろう。なぜなら私はトークを司るラジオのパーソナリティだから。この番組はシャドーガーデンの提供でお送りします。ラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズン。はい、皆さんこんにちは。テレビアニメ影の実力者になりたくて思わず歌っちゃう主人公シド影の、そしてシャドウ役山下誠一郎です。今回も素敵なゲストの方に、お越しいただいております。この方です。皆さんこんにちは。七影第一席アルファ役の瀬戸あさみです。ようこそ。お邪魔します。アルファめっちゃ久々やんっていう。そう、あのアニメでの登場的にもなんか、そうだね、久しぶりよね。確かに、うん、まあ、だですが、はい、満を持して2期のスタート無法都市、まあ1話はね、うん、アルファのそうだ、ね、みんなで一緒にいた時もいたんですけど、うんうん、満を持して無法都市編が終わり、第4話から影実偽札編に入りまして、はい、偽札編です。偽札編です、はい、から七影にスポットが当たり始め、うん、やっぱ我らのアルファ様っていうところで、まあなんかこう、ありがとうございます。三つ星紹介とね、大商会連合っていうちょっと金融経済っていうちょっと難しいところから、ディアボロス教団が暗躍してうんぬんかんぬんって話なんですけど、結構、うんうん、なんだろうな、三つ星紹介の中での戦闘してない普段のアルファたちが見れてるっていう回で、うんうん、どうだったね。結構可愛いところというか、事務職っていうか、このなんだろ う, そ う, そ う, そう役員仕事みたいな、うんうん、あので上は動かないみたいなのを体現してたよね。してたっていう、うん、豪華なオフィスでね、うん、すごいみんなに指示を出したり、書類とにらめっこしたりとか、そうそうそう、今まで見えなかったところとかも、うん、見えてくるっていう話になっていて、まあ今もう偽札編も濃いに濃いというか、キャラクターもそうだし、うん、濃いね、展開もそうだし、うん、まあそんな中で今回アルファ役のね、瀬戸ちゃんをお呼びしたんですが、はい、瀬戸ちゃん的には第1期のラジオの第2回、うん、はい、ちょうど大体1年前10月25日だって、配信、うん、配信に来ていただいて、うわー、懐かしいね。その後、まあ、影マスの方でもね、生放送でご一緒したりもあったりとか、あったあった、うん、結構実はいろいろとあるんですけれども、ラジオとしては久々ということで、うん、久しぶりです、はい、お邪魔します。来ていただきまして、もういつもね、もう山下くんがね、こう影実を、影実のこう、うん、なんていうのも宣伝系はもう全てを、うん、ね、全て引っ張ってってくれてるから、割と多めに出させてもらって、ありがたいでございます。いやいやいや、とね、なんかアルファファンにとってはちょっとこうね、うん、はあ、まだかなっていう、ちょっと悶々とした、悶々としてたの、みんなしてたはず。なんでそういうねお便りも届いておりますよ。アルファ大好きだぜっていうね、 お便りもいただいたんで、そこも含めてちょっとアルファのこと改めて語っていただいたりしようかなと思うので、うん、まずは、はい、ラジオネーム二条さんからいただきました。ありがとうございます。山下さん、ゲストの瀬戸さん、こんにちは。こんにちは。影実2期大変楽しく拝見させていただいております、うん、自分は原作勢なのですが、ほうほう、原作にはないオリジナル要素満載で、先の展開を知っている原作勢も楽しめる、創意工夫には本当に感謝しきれません。嬉しいね。話は変わりますが、ゲストが瀬戸さんということで、はい、アルファ様に関する質問をさせていただきます、うん、アニメの1期2期、そしてゲーム影マス内で、アルファ様は教団には容赦がないシャドウガーデンのトップでありながら、七影の母親のような存在でもあり、うん、けど実はシャドウの一番ということにかなり執着しているというように、様々な一面を見ることができます、うん、ここで演じられた瀬戸さんに質問なのですが、はい、そんな様々な一面を見せるアルファ様の、まあ、どんな一面が好きでしょうか、というか、うん、いろんなね面がありますけれども、どういったところが好きですか。よろしければお聞かせいただきたいです。お二人のますますのご活躍を楽しみにしておりますということで、追試、はい、いただきまして、追伸までいただいて、うん、ありゃありゃ、現在放送中の偽札編といえば、うん、自分を含めたアルファ様推しには
とてつもなく大好きなシーンがあるのでそのシーンを大変楽しみにしていますということで。そうだね、まだ言えない ね、 そうだね、このタイミングだとまだ。そうか、原作読んでるから楽しみにしてくれてるんだ。さて、そんな、まあ、ご質問いただいたんですけど、まあ、いろんな面がある中で、はい、改めて一期から始まり、その合間、そしてその後二期までを埋めるように我々影マスの仕事も結構あったじゃないですか。ね、もう定期的に影マスでね役演じる機会はあったね。しかもね、アルファは結構イベントの方も出番が多かったり、そのいろんな衣装とか、うん、そう、衣装もあるし、あとストーリーもあるし、そうそうそう、あとは七影列伝もあるから、そうそうだそうだ、幼少期も演じるしっていうので、そっか、未だにあるある。だからやっぱ解像度はどんどん深まるよね。知らなかった過去をこう知ることが多い、うん、とかとかとか、うん、そんな中で、まあ、改めて今こうアルファに対して感じるものや、うん、やってみて最近気づいたこととかっていうのはどういう感じですか？うん、まあ、基本的に全部やっぱり好き。本当にいろんな表情が見えて、うんうん、そのみんながね、この喜んでくれてるギャップ、うん、的なところも、はいはい、もちろんあるんだけど、でも私が多分影マスかな、ゲーム撮っててちょっとずつ増えてきたなって思ってるワードが、うん、ドスを聞かせて、なんかはみたいなセリフが結構あって、私最初こうアニメで演じてた時、なんかそういうはとか言う人じゃないかなって思ってたから、なんか意外だったっていう一面はそこかな。こう感情を出さないかなと思ってたけど、そのはっていうのもちょっと自分の意に返さないことを言われたりとか、他の七影のメンバーがふざけた時には?みたいな、喝を入れるみたいな時に言うんだけど、あ、なんかこういう音での圧のかけ方するんだと思って、うんうんうん、未だに正解わからないままやってる。さじ加減というのがね、難しいところではあるよね、うん、その。そうそうそう、でも本当にだからね、毎度新しい表情が見えてきて、うんうん、アルファはどういう風に言うのかなって思いながらやってるから、うん、そういうとこかな。結構ね、その直近の本編のお話も絡めると、うん、現状が第5話まで放送されておりまして、はい、うん、5話はその特に A パートがあのガンマのシュシュシュ回だったんですけど、大好き。そう、あの回でアルファとニューカがあの、うん、は、え、そう、そこの歯もあったね。そうだ、そこも歯で会話してた。は、え、っていうあれを天丼する回なんですけど、あれは、え、って、そう、ああいうところもね面白かった。音消えてたね。そうもう効果的に、そう、時計のカゴーンって音でそのままオープニングに入るみたいな、ああいうところ一面も込みで、ね、そのいろんなアルファのことを知っていくことで、やっぱりそれが多分2期に還元っていうか、うん、2期をやる上でも多分いろいろとなんか自由になれたかも、ね、こういうことしてもいいんだとか、いいんだっていう、まあ、キャラがブレるじゃないけど、うんうん、なんかそういう、ね、心配事はなかったかも、はいはい、いろんな表情を見せられるなと思ったから楽しかった、うん、より楽しくなってくる頃だよね、その演者にとっては。うん、そうだね、セカンドシーズン、やっぱね、ワンクール作品って、ね、見てる人もそうかもだけど、うんうん、本当にあっという間に終わっちゃうからさ、そうそうそう、我々もアフレコでこう、作品に関わってようやくこうみんなでこうチームワークができてきて、なんか役もこう掴めてきたなってところでお疲れ様ってなっちゃうことが多いから、ね、やっぱこうしてね、続きをずっとできるっていうのはありがたいよね、はいはいはい、ありがとうございます。ということで続いては、こちらのお便り紹介させていただきますね。はい、ラジオネームタイフンさんからいただきました。ありがとうございます。山下さん、ゲストの瀬戸さん、こんばんは。こんばんは。4話はシドの中二病とアルファの演技、デルタとのじゃれ合い、最高でした、うんうん、あの際どいやつでしたね。ねえそして、4話からオープニングの映画シャドウが一瞬ジョン・スミスに変わるっていうところがあるんですよ。あ、そうだったの、私気づかなかった。実はそう、見よう、これね、あの全世界のオープニングはな、もう、うん、堪能しすぎたから、ちょっとスキップしちゃうぜぜにはちょっと秘宝なんですけれども、テレビだったらわかるけどさ、配信ってさ、オープニングをスキップしますかとか出るじゃん、ね、あれ切ないよね、みんな見てって思う。そう、エンドロールもそうじゃないですか。わかる、見てほしい。なんですが、実はそこにも仕掛けがあって、この偽札編から一瞬あの歌い出しの前にドゥドゥンドゥドゥンってところで、うん、一瞬シャドウの絵が映るんですよ、ロゴの前に、うん、だけどそこがジョン・スミスに変わってたっていう仕掛け、ちゃんと見てるみんながあるんですね。気づいてね、はい、2期のオープニングも細かい部分にこだわっていてかっこよかったですということで、うん、もう一つのトピック、まあ、アルファとは直接またちょっと違うんですけれども、はい、まあデルタそしてジョン・スミスというワードがタイフンさんのお便りから出てきました。いや、もうデルタなんか好きなんだよね、もともと。なんか最初は本当よくわからない、自由すぎて、なんかもう本当に野生じゃん、うんうん、あ、もう獣人のね、そう、あの感じが、そうで、どうしようって思ってたんだけど、
ど。どうしよう。好きすぎて。いや、なんか、大変な子だな。ちょっと今のアルファ目線だったかも。確かに。なんか、そうだね。本当世話をしなきゃいけない子で、一筋縄では本当にいかない、はい、こうね、止めておけない子だから、うん、大変だけど、いやなんかやっぱりシャドウのそばではやっぱり従順じゃん、すごく。うん、うん、なんかシャドウ的にもなんかなんていうんだろうな、あしゃ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 しって感じではあるんだけど、怪し方わかってるし、しかもそのデルタのそのなんだろうな、あの元気いっぱいでシャドウのことが大好きな感じが、うんうん、とにかくもう可愛い、本当にワンコちゃんのように、うんうん、シドも言ってたけど可愛いし、それを同じ一定のテンションでなんか怒るでもなく呆れるでもなく、うんうん、なんかずっとちゃんと同じことを怒らないで言い聞かせるお父さんみたいな対応がすごい好きだった、はい、4話ですね。そう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 、 ラーメン食ってたらおかわりって横から流れてきて、あそう横にいたし肩車されて、そう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 、あのシーンすごく好きで、あれを見てからさらに可愛いなって。そう、あれもねやり取りがちょっと面白くて、結構なんか不思議な会話だなって思いつつ、うん、でもシドが言った通り、あの前世の飼ってたペットのジョーを思い出すって言ってたように、うん、たそういう風にしか見てないのに、あんだけちょっとねこう際どいセクシーなね、セクシーな感じだったけれども、シドにとってはそういう存在なんだなっていうところで、ね、うんうん、多分我々のキャラクターだけだと思うんですよね、デルタがこう、うん、まあアルファは圧でデルタって、あそうだね、本当にシャドウとアルファだけをちゃんとこうなんていうんだろう、上だと見ているような気がする、認めてるから、うん、そうそうそう、そういうね、あの七影の中でもまあいろんな機微や変化、関係値の成長があって今のデルタがあるから、うん、そこら辺はゲームでより多分列伝の方でね、うんうんうん、昔は僕もあのね七影列伝はちょっと頭や最後の方にちょっと出てたりしてるから、うん、そういう時に台本を見た時にはやっぱそのなんだろうな、今以上に手がつけられなくてわがままだったデルタの幼少期があるとか、うんうんうん、そういう関係性が7人まあね一緒にあのすごい2x4 だっけ、あの現代建築で住んでたね、あそこでみんなで住んで、いろいろな、ちょっとこう大変なピンチとかを乗り越えてきて今があるからっていうところも関係性も含めて、うん、ね、あのなんかね見えてくるのはやっぱ影マスやってると特に ね成長を感じるよね、感じるっていうところで、うん、そしてもう一つこれねちょっとこう話難しいとは思うんですが、まあ、はい、ジョン・スミス、うん、誰もが驚いたでしょうと、山下くんじゃないの、はい、あのありがたいこと、光栄なことにモノマネうめえなとかコメントがあったけど、バカ野郎と思ってなんかさ一期の時も言われてなかった、そう、え一期はジミナの時、そうジミナ、そうそうそう、その時も間違えてる人多くなかった、バカ野郎バカ野郎って出るできるかっていうところで、いやいや、でもだから来ましたね、みんなやっぱ中二っていう何かこう、はい、連結部分があるから、なんかこうもしかしてみたいな、うん、そうそれこそね、あのこれまで あの福山さんのご活躍や福山さんのファンだった方も含めて、うん、あれまさかこの感じはニュアンスはっていう風に皆さんワクワクされていたんですけれども、うん、今回はジョン・スミスという、まあはい、要はシドですわな、うんうん、あの一気で地味な青年になったように姿形を変え、声まで変えてしまうシド君、また変身しましたよ、また素晴らしい素敵なお声をね、僕私は声帯に入れてしまいましたということで、はい、すごい役だよね、はい、面白かったですね、うん、はい、まあ、そこであのどう語るかな、まあ、アルファ実際その先の話はできずとも、うん、実際ちょっとアルファとジョン・スミス、なんで福山さんと同じタイミングでアフレコをしたことがあるっていうことで、うんうん、その雪目役の伊藤静香さんも今回多かった、ご一緒の時多かったかな、ね、やっぱ雪目とかジョン・スミスは今回一緒になって、うん、まさかあのアルファたちとかがねあんなことになってるとはつゆ知らず、うん、偽札で儲けようじゃないかなってやってたわけだけど、ね、雪目 と、うん、シャドウの掛け合いとかって、ジョン・スミスとしては結構雪目はもう4話から一緒に共謀して電車の中で喋ったりとか、いやでもここでもまたさ、もうこの影実あるあるのなんかすれ違いコントじゃないけど、そう始まっててさ、はい、いやうまいこと、はい、だってもうなんかシャドウ全部なんか分かってないっていうか、なんかそうやっぱ雪目の方が一枚上手なんだけど、やっぱりそのなぜか
シャドウが全てを分かってるかのように見える。今回面白いのは分かってないから相手に引き出させようとしてそうだっていう、それを福山さんのお声、ジョン・スミスのお声で本当にそう思うかって分かんないから。そうだ、山下くんじゃないんだ。そうなんです。なんかもうややこしくなってきちゃった。そうだよね。まあ光栄でございますな、福山さんがね、そうやってくださったもんね。で雪目がかってね、あ、これはまさかっていう一気で、まあベータニーがよくやってたようなムーブをジョン・スミスと雪目がやってくれるっていうところで、そういう先輩たちと一緒に掛け合ったりご一緒できるのは楽しいしね、新鮮だよね。なんか個人的にもさ、ジョン・スミスをやってくださってるのを見たことによって、それこそ勘違い、とか結構ジョン・スミスがボケるところは多いんだけど、なんてこう言葉や声にパワーがあるんだろうと思って、なんか、まあ、ギャグっていうとどうなんだろう、だからそういうのにさ、この真剣なギャグっていうの、これをさ、なんだろう、もちろんお芝居だから音っていうのすごく失礼かもしれないんだけど、なんかこのね、一発でパーンってさ、そうなの、なんか乗るじゃん、なんか乗るの、それがさ、すげーってやっぱり思った。で福山さんってめちゃめちゃ面白いじゃん。面白い。だからもうどんな風に飛び出てくるんだろう、もう台本に書いてある文字からはやっぱ想像できないぐらいさ、もうね、色がついてさ、セリフになるじゃん、なんかすごい楽しみだと思うし、でもそれは山下くんが演じるシャドウも一緒、なんか、まあ、一緒の機会少ないけど、それこそ一期の方の最後の方かな、なんか1話の頃一緒してた頃って結構もう葛藤してたじゃん、結構なんか どうしようって、そうあったあった、幅が本当広すぎてさ、シャドウの何がギャグで影実ってなんだろうみたいなところから、ね、スタートだったからしてたしてた、結構ディレクターさんとかとも、なんかこういう感じとか、かなりこうなんか案が上がってこうやってみようっていうディスカッションを見てたから、ね、でももう後半になったら山下くんが生み出してて、もうその今まで多分アドバイスをもらってた部分がもう自分から生み出したものをもうディレクターさんが OK って言わせるみたいな感じになってたのを見て、すげーと思って、嬉しい。それはもうね、返すあれだけど、この5話のさ、とかもそうだけど、確実に一声で決めてくる、ジョン・スミスもそう、アルファもそう、あの言葉の力、声のパワーっていうのは本当にすごくて、なんかまさに実力者のあれをまざまざと感じたみたいな、先輩たちの感じて、なんか嬉しくなったっていうところでございまして、そう、なぜこんなにあのもごもごしているかというと、まだ語れないところを話そうとしているからなんですね。そうね、実際に、はい、この後、今後アルファ、見どころあります、ありますよ、あるんですが、そんな見どころだらけの第6話の放送が明日スタートします。じゃあ何も言ってはいけないよ、いけねえけれども、あらすじは言っちゃいますと。頼みます。ジョンの前に次なる刺客デルタが現れる、はい、5話でね、あの664から6の3人組が全くジョン・スミスの意図に歯が立ちませんでした。そうだね、次はデルタが現れる。シドは一瞬で正体を見破られるがおいおい大丈夫か、で見破られちゃった。だが一方、デルタが戻らず、悲嘆に暮れるシャドウガーデンではアルファが直接動き出すことに、はい、ということでアルファ出陣、まさかもう実質シャドウを除いてナンバーワンのアルファ自らが出向くとは、ね、よっぽどのことですよ、ことですよ、うん、結構まあもちろんね、今日二条さんもご紹介したんですが、原作を先まで読んでくださっている方もいらっしゃいますから、うん、そうだね、流れは知ってる方もいると思うんですけど、アニメにするとまあやっぱ面白いので、ぜひあのアルファのまあ活躍というか、新たな一面というか、なんというか、いや、めちゃめちゃ見れる、もうみんな好きになっちゃうよ、お、アルファのこと、さらに、まあ、もう好きだと思うけど、あんな姿見ちゃったら、そう、もうハグだよねって、ハグだよね、ハグしてあげてください皆様、ね、心でね、心のハグで、心、そうそう、ね、はい、捕まっちゃうからね、物理ハグではなく、はい、はいはい、ね、捕まっちゃうからやられちゃうからね、アルファにね、はい、まあ、6話はね、そういうアルファの新たな一面だったりっていうところが、見どころ、はい、まあ、デルタにどう見破られるのかっていうのもね、ちょっと、そこもしかも一瞬でって書いてありますからね、なんでって思うんですけど、やっぱ野生の何かがあるんだろうなっていう、その他にも少しずつ分かってくる雪目の話、月丹の話、そう、ね、ここが大事だもんね、そう、あちら側にもいろいろなドラマがある、そしてそこに仮になぜかシドが関わっていたりとか、いろいろな、こう物語が収束している形になりますので、どうか6話お楽しみにということで、はい、そしてもう一つ、はい、トピックとしてお話ししたいのが、プレプレプレアデス×影実ということで、はい、MVP です。 MVP なの、MVP です、まあね、金役と、はい、金役じゃないね、あの自分の演じてるキャラが、はい、一緒に出ちゃったよ、出ちゃったよっていうところで、この影実ではもちろん当然ながらアルファを
演じてくださっておりますが、はい、プレプレプレアデス元井オーバーロードさんの方では、はい、シズデルタを演じていて、ちょっとややこしいことになります、デルタになりましたということで僕もその事前にこのお話いただいて、うん、なんかもともとエイプリルフールネタだったものが、うん、本当ハロウィンに本当になっちゃったよっていうところで、まさにこう皆さんもあの、ユーザーさんというか、まあ見ているファンの人たちにもびっくりの展開だったらしいんですけど、うんうんうん、僕もじゃあいざ演じるってなった時いろいろ調べて、あ、そっか、あなたたちもギリシャ数字なんですねみたいな、そうっていうあれがあって、うん、やっぱみんな好きなんだなってギリシャ数字がアルファデルタとかアルファベータガンマデルタエプシロンって、上がるあれはやっぱノートに書きたくなるよね、なるそう V とかね、数字のあれがっていうところで演じて、今回ちょっと収録のお話をするとやっぱ倍の人数になるから単純に、うんうん、スケジュールの全員では無理だったね、無理だったので、スケジュールはその一緒にお時間ご一緒できる人とっていうところで、あのなので、うん、オーバーロードさん側の人たちともちょっとご一緒に、そうなんだ、僕は読みまして、うんうんうん、ただあのアインズ役の日野さんとはご一緒にはできず、うん、あそっか、もう一番二人が大事なのに、はい、なので結構あれ僕も見ててどっちがどっちかやっぱり似た感じだから、これ通ずるところあるよね、そう、テトちゃん自体は同時にもう演じた感じで、うん、一緒に、しかもなんか撮る時にこう先にアルファ撮って、うん、シド、あ、シドじゃない、ごめん、シドまで演じようとしてごめん聞きたいけども、うん、シズも演じてっていうので、うん、ちょっとこう掛け合いまではなってないんだけど、結構セリフ前後なとこもあったんだけど、うん、あの別々に撮りますかって言われたんですけど、うん、一回やってみましょうって言ってあの結局あの、はい、スルッとあのやりました、できちゃった、はい、まあ、ちょっとかぶっちゃったとこは抜いたりもしたんですけど、基本分けずにもう自分でアルファやってシズやってで、うん、あの一本お話やりました、うんうん、全然キャラクター性違いますもんね、違う、発声も違うから、うんうん、そうだから逆によかったかも、これでちょっと近かったらね、うん、なんかドキドキしちゃうけど、ええ、全く違うからこそ楽しかったし、やっぱこういう風に一つの作品でさ別の役でこう、うん、登場できるっていうのはなんか本当なんか声優冥利に尽きるよ ね楽しいよね。こちらとしても実はその、ま、これはちょっと違うけど、僕デビューして割とはすぐの段階で、うん、オーバーロードさんのドラマ CD に出たことあるの、え、そうなの、デビューして1年経ってんのか分かんないぐらい、そうだからそれなんでむしろアインズ様のこと勝手に知ってたから、うんうんうん、それが後年 自分がこうやってね、あの主演というか座長をやらせてもらって、うん、そうやってコラボするって、うわ、ご縁だなって、ね、そういうところも妙理につきましたね、妙理につきてたんだねとかあったり、あとまさにもう一つあの奇跡的なことが主題歌がどちらもオクトさんだったっていうこと、そうか、なのであのリミックスというかマッシュアップというかね、正解は分かんないんですけど、うん、お互いの主題歌をリミックスして、うん、片方流した後もう片方の主題歌になるっていう、もう運命だったんだね、コラボすることはですね、そうね、すごかった、感動してしまった、嬉しいね、みんな楽しんでほしい、もっとたくさん見てください、いや本当に結構ね、うん、すごいたくさんの方に見ていただいてあの、はい、楽しんでもらっているんですけれども、ね、まだまだこちら YouTube でね、うん、あの見れますのでぜひぜひ、プレカゲという感じでコラボさせていただいてますので、うん、ぜひこちらも、チェックしてみてください、お願いします。ラジオでも影の実力者になりたくてセカンドシーズン、答えるまでもない、このコーナーでは違いのわかる僕たちが、違いのわかる僕たちが、巻き込まれたんだけど、今から出てくるただラジオを取りに来ただけなのに、 A、 B、C の商品でどれが高級かを当てていきたいと思う、答えるまでもないが、うん、まあ年末年始のあれですわ、あー、あれですか、これ一番高級なものはどれでしょう、いやー答えるまでもない、答えるまでもないけど、そう、決してまあ今回は一流とか二流とか、はい、うん、椅子が座布団になったりとかそういうね、そういうバラエティみたいなことはないんですけれども、はい、当てていきたいと思います、うん、はい、まあまあまあ違いの分かる僕たちということで巻き込まれてる、今回何の違いを分かるっていうことなんですけれども、はい、今回挑戦するのはブドウジュースでございます。おお、まあ影の実力者的にはね、あのワイングラスに合うおしゃれな飲み物、いいですね、まあ、クーラス感じ、ただブドウジュースといってもいろいろあります。今回 ABC3 つの3種類のブドウジュースをご用意しました、はい、この中から一番高級だと思うものを当てる
答えるっていうものになります。そのためには答えるまでもないんですよ。答えるまでもないんですけど、まあ強に乗ってやろうっていうか、あの影の実力者ムーブをしていただければ嬉しい。分かったわ。そう、もう多分瀬戸ちゃんクラスになると見ただけでもうこれって分かると思うんですけれども、うん、そうだね。まあちょっとこうね、あのよろしければちょっとこう飲んでいただいてテイスティングしていただければと思いまして。そうね、飲んであげてもいいね。そのおっしゃる通りでございます、うん、答えるまでもないんですけれども、うん、ということで、早速飲んでいきたいと思います。これどうしようか、うん、順にじゃあ一緒に同じのから飲んでくる。じゃあまず A からいきましょう。はい。ちなみにもうね、見た目からちょっと違うのよ。そうなんです、ちょっと色味が。じゃあまず A から。匂いかご。あ、まず匂いから。はい。おまあまあそう、これあの答えるまでもない、違いの分かる僕たちは同じ反応するっていうのは自然の摂理そりゃそうだ。飲んでみようか。はい、いただきます。いただきます。いい香りだぞ。おお。いや、でもこれ私知ってる味かもしれない。何？ブドウジュースガチ勢作家さんからまず何勢ブドウジュースガチ勢なんだそれこれなんか表現していいんですか、なんかこうちょっと深みがとか、うん、そういうこと。ちょっと濃ゆいというか、濃ゆい、なんかまあさらっとしたブドウジュースではないよね、うん、あ、ね、一個聞きたかった、瀬戸ちゃんってワイン好き？ワイン、まあ、うん、好き。あ、そっか、ワインアドあるかもしれねえ。あの、ブドウに普段触れてると違いが分かるんじゃねえかな。そんな触れてないけど、あの、ワインは好き。なんか、濃いって感じ。うん。A は。なんか、例えるならば、お中元で届くいいブドウジュースみたいな。おお、なるほど。感じ。だから、これは、いい。いいやつ。うん。果実の感じがしますと。しますね。はい。で次 B 行きたいんですが、色味は正直似てるね。 A と似ております。まず嗅ぎましょう。お？そう、違いの分かる僕たちだから同じ反応するのは自然の断り。同じ気持ちだとしたら、はい、A よりはちょっと薄いなっていうのを匂いで感じた。あの匂いが控えめというか。そうだったね。じゃあ飲んでみましょうか。あ、でも待って、はい、は見て、なんか沈殿してるよ。おイエス。 A は沈殿してないよね。 A してない。 B 何か沈殿物があります。果実のその、うん、あらごしみたいな、そういうことなんですか。しか飲んでみましょうか。 A。 え、お、あ、これはえ、さっきの A に比べると薄いんだけど、いや、あのちゃんとブドウだけっていうフレッシュ、果汁 100% ですみたいな、うん、なんかね爽やか。こっち A は、うん、なんかすごいブドウジュースを作りましたって感じで、 B は、はいはい、ブドウジュースを作りましたみたいな感じ伝わる？なるほど、生産者の違いみたいな、うん、なんかでも、うん、B はね生産者の顔見えるけど、見える。 A は見えない。あ、なんかカルディとかに置いてありそう。なるほど。カルディだってなんか加工された、高級な、うんうん、高級な、ああいうもう海外の取り揃えましたみたいなお店にありそう。飲みやすさ、口当たりで言えばもしかしたら B の方が万人にいいかも。でも沈殿してるよ。そう、ちょっとまあ A と B が、まあ、はっきりこう A と B 似た見た目でも全然違う、違ったね、口でしたねっていうところで、さあ次 C、 こちらは見た目からちょっと異端児よ。異端児でございます。ちょっと赤みが強いというか、そのブドウ本来の、うん、なんつうの、紫感をテイスティングしておりますね、はい、こちら沈殿、脳沈殿です。脳沈殿です。あ、匂いどうですか。これは絶対に 100% 香料ケミカル、化学いただきました。だってすごい好きな匂いがするもんもう昔から慣れ親しんだ大好きなブドウの味がする。ちっちゃい子も大好きな、うん、確かに、あの匂い満足度 100%、 匂い満足度 100% のブドウな匂いがする、うん、飲もうか。はい。あ、好き。落ち着く。パーティー、パーティーだ。ちっちゃいあの親戚一同で出せるやつ、うん、でもこれが一番さ、はい、こんぐらいどうするさすがにない、はい、いや、これあまりに C は
もう DNA に刻み込まれてるブドウジュースの味。あ、幼き頃の、うん、これがブドウジュースっていうもの、これがブドウジュースだな。そうそうそう、美味しい、もうごくごく飲めるもん。飲める、うん。そういう意味では、じゃあその自然由来というか、よりまあなんかブドウ味が強えわって思うのは A か B ってことですな。好きなのは B なんだよね。うんうん、なるほど。でも A 高そう。でもこれは私罠な気がしてて、そう答えるまでもないんだけど、ないんだけど、そう本来そう、これ余興ですから、我々にとってはないんだけど、なんか A は高級でしょこれがって言ってきてない、高いブドウジュースってこの味よねっていう、そういう意味では本質は B にあるんじゃないかみたいな。答えるまでもないけど答えるのは同時でございます。せーので答えるんですが、いや悔しいなこれ引っかかるの。あ、負けたくない、うん、答えるまでもないが、ないがね。まあ僕決めました、もう私も決めた、はい、このままだと舌がブドウになっちゃう、うん、ということで、まあ答える、舌がブドウになっちゃうってどういうことブドウ味一色になっちゃってすいません、僕たちテイスティングしすぎのようですじゃあまずその一番呼吸だと思うやつをせーので答えていきましょう、うん、はい、せーの B。 正解はこちらははは、読んで読んで。正解は A だとは思った。うんうん、そうだって感じた高級を、うん、知ってた、はい、うん、B はブルーベリー、やっぱね爽やかだったもんね、爽やかでしたね、うん、C は果汁 25% です。ほらやっぱり香料がいるんだって、うん、うん、答えるまでもないんだが、瀬戸ちゃんが言ってくれたように、うん、高級さを前面に押し出されてちょっと僕たちが引いてしまったっていう、うん、なんかそっか、君高級なんだね、ふーんみたいな。私たちはブルーベリーが好きということ、そう、目がいいということね、うん、はい、まあということでね、以上答えるまでもないでした。ごちそうさまでした。ラジオでも影の実力者になりたくて、セカンドシーズン。 I need more スペシャルムーブ。ここでは皆さんの考えたスペシャルムーブ、すなわち必殺技をご紹介していきたいと思います。日常のあんな時こんな時、ここ一番の見せ場で使ってみたい、俺の考えた俺のための必殺技、皆さんも妄想した経験があるはず、しかしそれを伝える機会がなかなかなかった、なのでここで披露していただき、その思いの丈をお寄せくださいということで、こちら必殺技を募集するコーナーなんですが、はい、瀬戸ちゃん的にこう、うん、普段生きててこういう時こういうのがあったらな、こんな必殺技っていうのありますか、使ってみたい。地味だよ、いいよ、それをオリジナルにするのがこの仕事や、仕事じゃないや、このコーナーやそんな仕事をされてたのこのコーナーや、どう1日を2時間ぐらい伸ばしたい、うん、あ、最強、時間操作系は最強、うん、ちょっと足りないね、足りねえか時間が、なんか技名なんだろう、こう、あ、何がいいかな、なんだろう、タイムイズマネーそうだけどもその2時間でねマネー儲けれるけれども、いや本当に、あとやっぱそのタイムと一緒だけど眠くならない力欲しいな。なるほど、え、寝たくない、大事な時に、うん、なんか頑張りたい時、やっぱ夜ってさ活動的になったりするじゃん、こういろんなはかどったりするじゃん、そうだね、作業とか、うん、その時にどうか眠くならないで行きたいっていう、うんうん、なるほど、うん、こう、え、あの、なんだ、そういう眠気覚ましいドリンクとかに頼らないで、全然飲まない、セルフの力で、そう、必殺技で出したい、目がシャキーンってなる、そう、なるほど、なんか技名ある、それ目がシャキ、あ、それね、商品名ですね飲んでます瀬戸シャキとかでもいいよ、ミンミンなるね、危なかったね、モンスター、危な、それね、エナジーな方だね、うん、まあまあまあそんな感じですわな、はい、はい、ということで、割と実用的な、能力をいただきましたが、今回もそんな実用的な能力、いただきましたよ、はい、てんてんさんからいただきました、ありがとうございます。技名グリーングリーン、唱えると何それ、ごめん、まあ、すで、はい、に お気に入りいただきました、はい、唱えると自分が渡ろうとしている信号が青の点滅になる、小さい時に夢に出てきて忘れられなかったのでここで消費させていただきました、ということで、うんうん、てんてんさんからいただきました、ありがとうございます。
これがあの気になったのが青の点滅っていうのはもうギリギリじゃない？そう、点灯なのかな、もしかしたら。どうだ、点滅だと焦っちゃうよね。そう、そういうなんかダッシュしたい人なのかな、ダッシュしたい人陸上部かなみたいな点、もし青にするだったらば、ね、まあ最強ですよ。最強は気持ちいい ね、全部信号が青だった日ってさ、なんかいいことありそうって思うもんね。あるぞ、ラッキー。なんかちょっとね、あのやべえちょっと今日準備頑張って出ちゃったって言って、うん、でもこれあの信号が全部うまくいって乗り換えが一本早いのに乗れたりしたら間に合うみたいな、いいなって言った時に、あ、グリーングリーン、ビャン、お、いいね、最強です、この必殺技、はい、採用ですとかそういうコーナーではない。あ、いや、もう紹介してあのすごいですねってこうみんなで幸せになるコーナーです。いや、すごいです、私も欲しいです。欲しい、私も欲しい、これ、うん、グリーングリーンマジで実用的。そんで ね、時間2時間伸ばしてもろて、うん、眠らないでもろてっていう感じで、いや、すごいいい必殺技ですね。他にもね、たくさんかっこいい必殺技いただいたんですが、今回はこちら紹介させていただきました。はい、皆さんの自作の必殺技について熱いメッセージをこれからもどんどんお寄せください。以上、アイニードモアスペシャルムーブのコーナーでした。ラジオネーム、ラフィングキング5せいちゃんさんからのダークネスクリシェ。全ての封印が解かれし時、俺自身ですら俺の力を制御しきれないだろう。うわ、お久しぶりです。ラジオでも影の実力者になりたくてセカンドシーズン、影からの伝達事項。ここでは皆さんに知っていただきたい影実からのお知らせをお届けします。まずは放送情報。影の実力者になりたくてセカンドシーズンは ATX 東京 MX BS 日テレ他にて毎週水曜日放送中です。またアベマ D アニメストアでは地上波先行最速配信中となります。ぜひご覧ください。続いてはパッケージ情報です。影の実力者になりたくてセカンドシーズンブルーレイ &DVD の発売が早くも決定しました。全3巻での発売となります。ボリューム1は2024年1月24日水曜日発売です。今回もキャラクター原案、東西さん書き下ろし三方瀬ケース仕様、その他特典には特製ブックレットや絵コンテ&原画集、 SS キャラ確定ガチャチケットを含む影マスの特典シリアルコードなどが封入されています。そして発売に伴い早期予約キャンペーンをはじめとする様々な特典がつくキャンペーンが開催となりますので、特典の詳細は公式ホームページをチェックしてみてください。はい、続いては主題歌情報です。オープニング主題歌は第1期に引き続き奥斗さんの歌唱曲となります。スタイリッシュ感あふれる、その名もグレースケールドミネーター。影実らしい魅力的な楽曲です。そしてエンディング主題歌はシャドーガーデンのナンバーズが歌うポラリスインザナイトでございます。音楽でも影実の世界観をお楽しみください。続いて原作コミカライズ情報です。原作小説影の実力者になりたくては現在6巻まで刊行中です。また月刊コンプエースにて連載中の影実の漫画版は第12巻まで発売中。そしてスピンオフ漫画影の実力者になりたくてシャドウガイデンは第6巻まで好評発売中です。ぜひお手に取ってみてくださいね。はい、続いてはゲーム情報、影マスでございます。アニメでも大活躍中、陽子ゆきめがピックアップガチャに登場しています。アニメセカンドシーズンを記念した毎週無料10連ガチャも実施中なので、ぜひ影マスを遊んでみてください。よろしくお願いします。続いては祭事情報です。11月17日より新宿丸井面にて影の実力者になりたくてポップアップショップ in 丸井の開催が決定しました。アルファたちの書き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが多数ラインナップ、ぜひ足を運んでみてください。これまた素敵な、ね、イラストで書き下ろしの可愛らしいですね。もう出てますからね、皆さん今のうちにこれとこれを買ってって、ね、って決めておいてくださいな、ね、すごいいろいろね、あのビッグアクリルスタンドとかね、大きいのからこのミニキャラもあるし、抱き枕カバーもあります。素晴らしい。みんな悩みますね、これは、ね、ぜひぜひ何を買おうか、とっても素敵です。はい、開催はねもうすぐなので、ぜひぜひお楽しみにということで、うん、そして最後にコラボ情報です。ドムドムハンバーガーさんとのコラボメニュー、赤き月見チキンタツタバーガーは現在、好評こう発売中なんですけれども、瀬戸ちゃんはもうお召し上がりになりましたか？まだです。はい、ということでまずはコラボ行ってきたよという方からのメールをご紹介させていただきます。はい、ラジオネームサクさんからいただきました。ありがとうございます。山下さん、こんにちは。
こんばんは、こんにちは、うん、瀬戸ちゃんだよ、こんにちは。そう、忘れないでやばい、ね、あ、ちょっと早めにね、あの瀬戸ちゃん来るそう、いますからね、瀬戸ちゃんが来る前に送ってくださったかもしらん、先日このね、ドムドムハンバーガーとのコラボ商品、赤き月見チキンタツタバーガーを食べに行ってきました。お、写真も添えてくださりまして、ありがとう。見た目のインパクトにかなり引っ張られていましたが、うん、タツタ揚げの大きさ、想像してタツタ揚げの大きさ、うん、レタスのシャキシャキ感、シャキシャキ、目玉焼きの黄身のとろり感、そして主張の強すぎない紅生姜のソースと甘じょっぱさが見事にマッチしていて、とても美味でございました。一つ食べれば大満足なボリュームで、また機会があれば食べたいと思った、そしておすすめしたい一品です。包み紙までこだわり抜かれた商品、ハンバーガーの包み紙を洗って保管する時が来るとは思っていませんでした。しっかり保管しました。これはね、アニメの絵そのままですから、うん、我が拠点かっこ地元にはドムドムハンバーガーさんがないので、無事に食することができてよかったです、ということで、うん、お写真付きでサクさんから、まあ、行ったよっていうねメールをいただきました。ありがとうございます。うわー、早いね。なんか今日はそんな持ってきましたっていうくだりもなく、はい、空から降ってきた、降ってきました。これが親方、空からバーガーがっつってバーガーが今なんとスタッフさんが買ってきてくださいました、はい、買ってきてくれました。今日買ってきてラジオ現場に持ってきていただいたので、もう暖かいですよ、まだちょっと。ウーバーです、影のウーバーです。影のウーバー、はい、なるほど、暖かい、そう、暖かい。まだちょっとぬくいです。今のうちに食べてください。え、じゃあ開けます。私は以前の影実の特番の際にこう先に食べさせていただいたので。これってさ、包み紙こうやって別途もらえるの？ちゃんともらえない。これ今多分丁寧にあるだけ開けて、そうそう、本来はそう、紙だけくださいは多分ないと思うの で、 で、ね、ファンの人これが欲しいよね多分、うん、なので綺麗にみんな剥いてるんだ。一番いいのは多分そう、テイクアウトとか、まあ、お店でもすぐ綺麗に、もうすぐ剥くんだね。剥くんです、油が染みないうちにね。さあ、ハンバーガー、はーい、お、あの想像の倍大きい、結構ね、大きさ、あ、油染みてます。でもこれを洗ってくれたんだね、はい、きっとありますし、ちょっとね、ウェットティッシュもありますから、ありがとう、どうぞ。すごい、こんなに肉厚なの、なんか重さすごい。そう、結構重量感あるんですよ、ずっしりなのよって思うと、結構もしかしたらちょっとあのね、重めかもって思うんですが、うんうん、実際このね、レポにもありましたように、甘じょっぱさ、この紅生姜、え、何、匂い、あ、今香り飛ばされた、美味しそう、すごい、うわー、立つた、でかっ、でかいんですよ、がっつりです。だがパクパクいけちゃうらしい。そしてこのね、ソースがね、はい、赤き赤いね、赤きつきチキンチキンチペ、いい紅生姜の香りもします。そう、じゃあまず一口ちょっとお願いできますかね、はい、全部を一気に口に入れたい、はい、いただきます。あ、すごい、もう CM です。これはお見せできないのが心苦しい。え、この丸いの何、赤きつき、これ卵か、卵です、赤い卵が、赤くない、赤いんです。いただきます。でも卵です。結構ね、あの顎、皆さん顎気をつけてくださいね。結構が大きいので無理なく。さあ、ソース含めお味のほどは、あ、ま、食べてください。その間に私はあの買うともらえるコースターを開封し、え、一緒に開けようよ。じゃあ分かりました。今一旦止めました。ランダムは一緒に開けて、こうちょっとずつ出してウェーってやるのが楽しいんじゃん。オタクムーブ、すいませんでした先輩、すいませんでした。いや、なんかゆっくりね、ありがとうね、せかすのもあれかなと思って。あ、おいしい。立つたがすごい、はい、このハンバーガーに挟んでおくには惜しい。お、え、それ褒めてるのか分かんないけど、分かんないけども、本当に立つたの存在感がすごい。もう立つたがそもそもうまい、うん、立つたが自立してる、自立してるが立つただけにね。はっはっはっは、開けねえよもうこれ。でもちょっと、おいおい、ということで、この紅生姜を味わいたいな、はい、あ、食べた、今立つただけ食べたの、うん、どう、おいしいでしょ。この紅生姜と、あとこれ、マヨですか。そうだね、紅生姜ソースだから、マヨの上にマヨがあって、うん、もうね、お祭り、口の中がお祭り、うん、わっしょいわっしょいしております。なんか思い出が今3つぐらい蘇ってきた。思い出、うん、食べたようなって、この30年間のお祭りの記憶が、なるほどね、3つぐらい来た、担いじゃったか、みこし、うん、このさ、ソースのおかげでさ、あの立つたとマッチして重すぎないというか、やっぱ生姜のさ、この、うん、甘酸っぱさって、サワーな感じ、そう、やっぱりこう食欲あげるし、やっぱこの油ね、タツタ揚げだけど、うん、爽やかにしてくれるよね。そう、これが止まらない秘訣、秘密なんですよ。あとやっぱ葉っぱがちゃんと、葉っぱ、レタス、シャキシャキ、ごめんね、シャキシャキのレタス、シャキシャキだし、でね、ここに卵もトロトロもあるってことで、まだたどり着けてないけど、うん、いろんな、もううめえもんとうめえもんとうめえもんの掛け算がすごい、すごい、うん、美味しい、美味しい、めっちゃ好きです。そう、コラボメニューじゃないけど、ポテト食いたいもんね、これね。
ポテト食べたいね。このちょっと残ったねこのソースにね、ポテトをディップしちまうんですよ。ディップしちまうの美味しい。ちょっと絶対この後全部食べます。はい、ちょっとでもこの一旦ね、はい、一旦置いといて、で今回ね購入す、あのこのコラボ商品を、うん、購入するといろいろもらえるものがあるんですが、まずは、先ほど失礼しましたランダムコースターでございます。開けようぜ。イエー、自分のキャラ出るかな。出るかな。何が、すすすすすすお、はっ、裏だ、私まだ、あら、私見ました。なるほど、おーら、せーの、ブン、一緒。同じもの引くやつ。こういうなんかデートしてる中学生とかいたら可愛くない、ね、なんか行ってほしい、ね、一緒みたいな、行ってほしい、今の自分たちでやったのに可愛かったもん。ねえ、ねえ、今の可愛かったよね。先生ちゃんだけど俺は若返ったよ。若返ったよ、若返ったよ俺。いやほぼ同い年。ねえ、そう、だから若返っちゃった。これベータとイプシロン、うん、インポテト、可愛い。これもね、あのイラストもドムドムハンバーガーさんにとコラボしたものになっておりまして、うんうん、まあ、みんな店員、店員さんのね、店員さんの服で可愛らしいですね。うわー、こりゃ可愛いね。はい、で他にもねコースターまだたくさんあるので、後でまた開封したいと思うんですけれども、うん、コースターの種類も、たくさんありまして、もちろんこの包み紙もコレクション、 そうですね、そしてもう一個この、このチケットの感じ、これは本当にハンバーガーが5個もらえるのかと思っちゃいました、ね、原品がねえ、なんて寛大な心なんだ、この美味しいバーガーが5個もって、はい、それを陰マスでもらえるというか、はい、陰マスで使えるバーガー5個無料引き換え券の、まあ、ダウンロードシリアルコードが書いてある紙もいただけますね。引き換え券をもらえるってことか、うんうんうん、なので、実際にハンバーガー食べてゲームでも推しにバーガー5個プレゼントしてあげてくださいな。いいね、この現実とゲームがこうちょっとリンクしてる感じがめちゃめちゃ楽しいね。こっちはマグロナルドで食べていただきたいということで、はい、はい、なんならばその影実っていうミニアニメの方で、うん、赤き月っていうバーガーっていうのはフラグでね一期の終わりに立ってたんですよね、うん、まさか現実になるとは。ただ月が赤いだけなんだけど ね、そうなんですが、今回ドムドムハンバーガーさんとのコラボのおかげでこうして超美味しいものをこのように素晴らしい爆誕させてしまいました。嬉しい。もうこの後ちょっと全食べするのが楽しみです。はい、なので、はい、まあね、こうレビューもいただいたということで、説明もありがとうございます、うん、ということでね、皆さんもぜひぜひ、ドムドムハンバーガーさんに足を運んでください。あの対象店舗がございますので、そちらを事前に公式サイトさんから調べていただければ、幸いでございます、うん、はい、ちなみにこちらのコラボは11月23日までの開催となりますので、ぜひぜひ、お時間見つけて、足を運んでください。以上、影からの伝達事項でした。ああ、飯だろう、目の前で食らってる。いただきます。お送りしてまいりましたラジオでは、食べてていいからね、影の実力者になりたくてセカンドシーズンもそろそろエンディングのお時間となってしまいました。うん、番組では皆さんからのメールを募集しております。 I need more スペシャルムーブへは、あなたのオリジナルの必殺技を、ダークネスクリシェへは、影の実力者としての上トークを、親愛なるシド君へは、あなたの栄えあるモブムーブを、こちらは温泉プレミアム会員さん向けのおまけコーナーで紹介します。もちろん普通オタコーナーではアニメやラジオの本感想、ゲストへの質問もお待ちしております。すべてのメールの宛先は shadow-garden@onsen.ag、紙の音に負けないでもう一回言います。 shadow-garden@onsen.ag、 ホームページのメールフォームからも送ることができます。たくさんのメールをお待ちしております。ということで、赤き月が漏れ出してる。あと赤き月がこぼれる時、こぼれてる。はい、ということで、大人なんだよ君が。そう、それはもう、本当にね、もう聖なる芋でディップするのだ。最高だね。最高ですね。ということで、なんかポテトもあるみたいなんで、後ほどねディップしてもろて、ということで今回はね久々に、瀬戸ちゃんにゲストでお越しいただきましたが、はい、いかがでしたか。っていうか、もう今多分頭の中タツタでいっぱいだと思いますけれども。いや、でもやっぱこのコラボもそうですけど、本当に影実がどんどんこう影で暗躍して、うん、丸井のコラボもありますけど、そうですな、めちゃめちゃ暗躍して広がってるね影実が。本当に、うん、一期から着々と確実に、まさにシャドウガーデンのように、うん、ね、その本編のアニメのお話でもさ、三つ星商会がさ、うんうん、シドの知らないうちにもう、そうそう、ね、お金まで発行してたっていう、銀行ってね。そうそう、ね、そのくらいの本当にこの一期から二期へ、うん、まあ、1年、ラジオは1年ぶりですけど、本当に広がって大きくなったんだなっていうのを実感した日でした、うん、はい、
それはね、もうもちろんアルファあってのシャドウガーデンでもございますから、本当にいつもありがとうアルファという気持ちで、たくさんね、あのアルファに関するお話とかも聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございます。本当にね、明日からなんです。明日からの第6話アルファ、ぜひぜひ見てくださいね。見てください。そちらの感想もこちらのラジオに送っていただければと思います。それでは今回のラジオでも影の実力者になりたくてはここまでとなります。このラジオは火曜隔週配信でございまして、次回は11月21日配信となります。次回第4回のゲストはデルタ役ファイルーズ愛さんです。お楽しみに。ということでね、デルタも今すごい大活躍中でございますから、うん、デルタのお話たくさん聞ければと思います。だねだね。ということでここまでのお相手はシド影の、そしてシャドウ役山下誠一郎と、七影の第一席アルファ役の瀬戸あさみでした。またね。アルファにはこの先困難が待ち受けているだろう。だが大丈夫だ。アルファにはタツタバーガーがある、はあ、お腹空いてきたな。だがゲストに食べていただくことがパーソナリティの務めだ。俺はこの匂いを思い出しながら白飯を食うかな。次なんだっけ。信用は大事。信用されるパーソナリティ、素晴らしい響きだ。そのためにも僕はこれからもただラジオでも影の実力者を目指すだけだ。あ、後でコースター開けなきゃ。この番組はシャドーガーデンの提供でお送りしました。